太陽の光からのバイオレットライト、紫の光が入る方が目が伸びなくなるんじゃないかって言われていますので、あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。子どもの目の視力を悪くさせないためにはどうしたらいいのかをお話ししていきます。視力が悪くなるっていうと、一般的には目が近視になるっていうことがメインになると思うんですけども、近視っていうのはですね、目がどん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 こう大きく伸びて伸びて伸びてしまうことですね。そうすると目が解剖学的にすごく弱くなっていきます。で、弱くなると将来そこに加齢、老化が入ってくるといろんな病気になるリスクを持ってしまうので、なるべくその目を伸ばしたくないっていうのがあります。病気になりやすい目になってしまう。近視が強くなればなるほど目がどんどん伸びて薄くなって目が弱くなってしまうから、病気になるリスクを持たせたくないということで、近視を抑制するっていうのをうち の大原千佳眼科でも力を入れてるんですが、まずできることは近くを見る時間を短くする。近くを見ると負荷がかかって、やはりこう目が伸びていくんじゃないかって言われています。あともう一つは、お外遊び、お外にいる時間を長くする。で、なぜかというと、太陽の光からのバイオレットライト、紫の光が入る方が目が伸びなくなるんじゃないかって言われていますので、極力お外にいる時間を長くする。窓ガラスからだと、そのバイオレットライトがカットされてしまうので、例えば室内にいる時もなるべく窓を開けたりとか、小学校の中休みの時間、お友達とおしゃべりする時も、日陰でもいいからちょっと外でしゃべるとかですね。あと塾に行く時とかは一つ手前のバス停で降りて歩いて行ってみるとか、なるべくお外にいる時間で目にバイオレットライトが当たるような時間を作っていただくといいと思います。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。